ラファエル全派の画家を風刺したオニールの絵画ザクリックは1830年代終わりのイギリスで画家リチャード・ダットによって結成された画家グループである。王立芸術院の保守的な伝統が時代の芸術の要求につながっていないと表明して強く団結した最初のイギリス美術界のグループとされてきた。メンバーとされるのはオーガスタス・スエック、アルフレッド・エルモア、ウィリアム・フリス、 ヘンリー・オニール、ジョン・フィリップ、エドワード・マシュー・ウォードたちである。活動は1830年代の後半から1840年代の初めにメンバーが知り合いになったことで始まり、1843年にリチャード・ダットが精神を病み、父親を殺害した事件を起こしたことによって終わった。活動の様子は1898年にメンバーの友人であったイムレイの執筆した。 ザートジャーナルの記事などに残された、ウィリアム・ホガースやデイビッド・ウィル・キーラに代表されるアカデミック美術を否定し、芸術は大衆によって判断されるべきことを主張した。同時期のラファエル全パの活動に関しても批判的であった。ありがとうございます。